はあ？卵は二丁目んとこのおばあさんがやってるお店で買ってって言ったよね。いや、全部スーパーでまとめて買っちゃって。それに何この冷凍焼き飯、こんなの頼んだっけ。いや、うまそう。頼んだっけ。いや、お使いのお金勝手に使うとか泥棒と一緒だし、うんうん、あんた社会人なら逮捕よ、逮捕。ん、あ、ちょっとすみません。ん、何。買い物頼まれてお金預かって勝手に使ったら逮捕ですよね。あー、まあね、そういうのね。まあ、そういうの横領、まあ、使い込み的な。ちょ、こいつ逮捕して。いや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 、家族の問題だよねこれね、言ってるの。そういうのちょっとおまわりさんやってないな。ちょ、もう姉ちゃんはずいって。あ、出た、侮辱罪、名誉毀損ね、ですよね。え、いや、うん、いや、どうかな。ただね、恥ずかしいって言っただけだし、こう、例えばもっとなんかこう、草ばばとか。はなん、ん、今なんて言った。ん、僕、いや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 、何も言ってない、何も言ってないよね。クソババアって。いや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 、ちょっとおまわりさんだからって何でも言っていいと思ってます。いや、いや、あ、うん、これこそそこそこのこう脅迫になっちゃう。はあ、ごめん、ならない、なりません。うん、はい、大丈夫です。いや、もう逮捕しといた方がいいって。なんとか言いなさいよ。なんも言えないな。うんとね、ほら、あ、お、UFO。 はあ、引っかかんないな。あの、うん、あ、いや、うん、あ、